大好きです。せーの、東京カイカイチャンネル。いやいやいや、東京ときめきチャンネル、毎日18時30分公開。一途な人と優しい人と、なんていうんだ、常識がある人、ちょっと経済力がある人の方がいいの。お酒飲まない人がいいですね。あとタバコ吸わない人とか。優しさ、優しさ、あ、思いやりとか、なんか、あ、説得力ある人がいいやつ。あ、なんか私は優しい人でいい人がいい、うん、一途な気持ち、安定性約束を守る、まあ、当たり前だけどマナーとかあー、顔と身長とあー、中身、友達に好かれて、あ、同性の友達に好かれてる、そして、まあ、誰からにも好かれるようなだった。何だろう、女の子として扱ってくれる、そんなすごい特別扱いはされなくてもいいんですけど、そういうのは女性とやっぱり違うじゃないですか。友達とは違う感覚、ちょっと引っ張ってくれたり、人混みから、そういうのにはしてほしいなって思います。ちょっとした気遣いは、うん、私は器が大きい人、広い人ですね。あと包容力がある人、基本的に、まあ、社会人としてのマナーとかもある方です。大事ですね。安定です。安定です。なんかいい意味でドキドキしたいですけど、不安になりたくないので、安定が一番いいです。付き合ってください。韓国かヨーロッパ。ロシアあたりか、スイスとかフランスとか。東京ミックスドリンク、ハミングス。